所沢のタイソンこと、久保博司会氏が15日に、X、旧ツイッターや、YouTube を更新。手首が太すぎることでの問題発生を報告した。朝倉未来がプロデュースする1分間格闘技、ブレイキングダウン級、26日で後、某の党の奥野隆史代表と対戦する久保氏は、ルイ・ヴィトンに訪れた様子を動画で投稿。ゴールドのブレスレットの試着を店員にお願いしたが、まさかの通らない。ダメだ。ブレスレット買いに来たが、手首が太くて入りませんと購入を断念した。久保氏は、拳の大きさや怪力を自慢としているが、手首も常人離れした太さを誇るようだ。一方、ブレイキングダウンのオーディションで、因縁のある、瓜田純氏との乱闘シーンでよろけた後のツッコミが入っていることに、これのどこが効いてんだ？セキュリティに押されてるだけだよ。バカ友はわからないか。WW と検証動画と共に反論していた。